野田国義君。はい、どうも皆さんこんばんは。立憲民主党の野田でございます。で、今回ですね、まん延防止の解除と延長という形で分かれたわけでございます。で、東京、大阪、それから愛知と三大都市圏がですね、そのまま延長になって、私の地元であります福岡県は今回解除ということになるわけでありますけれども、ここでですね、福岡県地元紙なんかこう手元に持っておるんですけれども、異例の解除と、異例の解除って書いてるんですね、西日本新聞なんですけれども、白票を踏む解除とか、そんな表現で書かれております。まあ、ご承知の通り、3015人ぐらいですね、昨日は感染あったということでございますので、確かに高止まりしている中で、解除して大丈夫なんだろうかなと、まあ、そういうような県民の意見も多い中で、まあ、経済の方をですね、なんとか回したいという中、それから、学校、医療施設、それから福祉施設などですね、そちらの方が増えてきているというような状況の中で、まあ、知事が、知事をはじめですね、判断されたと思っておりますが、大臣の方はどういう今回のですね、延長と解除に分かれたわけでありますけれども、お持ちでしょうか、考えをですね。山際国務大臣。これは基本的には、医療に対する負荷が、どこまで進むかということが最大に私たちとしては見ていかなくてはいけないことだと、この基本的なところは何も変わっておりません。で、福岡県の話が出ましたので、福岡は昨日の段階で、病床使用率が 62% ぐらいだったと思います。ただし、福岡に関してはですね、ある意味、その明るい材料という意味におきますと、その65歳以上の方に対してのワクチン接種がですね、7割近くもなってきているということ、特にその高齢者施設ですね、高齢者施設のワクチン接種率というものが9割を超えるところぐらいまで来ているということ、すなわち、重症化をして、まあ、医療に対しての負荷がかかる層に対して、適切にさまざまな手を打って、まあ、特にワクチンという意味での手を打ってくださっているということ、まあ、そういうことをいろいろとこの我々としても、まあ、判断材料とさせていただいて、知事さんからのこの解除の要請ということもありですね、今回、福岡県は解除するという形になりました。で、一般的には全体として見たときには、先ほど申し上げたように、まあ、確実に新規感染者数というものが減って、この感染拡大が低下傾向にあるということを確認し、なおかつ医療に対しての負荷がですね、これから先も下がり続けるということを確認するということが、このまん延防止等重点措置を解除するための一つの基準になるというふうに考えております。野田国義君。はい、どうもありがとうございます。で、まあ、おっしゃったように、まあ、高止まりした中でですね、解除されるということでございます。それでご承知の通り、沖縄県が早く解除いたしましたけれども、またちょっとリバウンドして、1000人を超えたというようなニュースも入ってまいりまして、逆にですね、議官がまん延防止の重点措置の再要請を検討しているような状況であるということであります。ですから、これが本当、またリバウンドで増えるとですね、大変なことになると、特に今、大臣もおっしゃったように、これからですね、卒業、入学、そしてまた花見とかですね、いろいろなイベントが続くわけでありますんで、しかしながら、それをなんとかですね、抑え込んでいかなくちゃいけないということになろうかと思いますが、このことについて、どう思っておられるか、お聞きしたいと思います。山際国務大臣。これも繰り返しになりますが、やはり重症化率が高い方々は高齢者の皆さんだということは分かっておりますので、我々としては、リスクの高い高齢者の皆さんや、あるいは、基礎疾患を持っていらっしゃる皆さん、こういう方々に一日も早くブースター接種を受けていただきたいというふうに思っております。で、この条件が整ってくるとですね、先ほどから申し上げているように、病床使用率や重症病床使用率というものが、そこまで高くならないで、
コントロールできる状況にまでなる可能性があるということでございます。で、沖縄の例を出していただきましたんで、沖縄の話を少ししますと、沖縄は子どもと若い方々においてかなり新たに感染者数が増えてきているという状況にございます。で、これが高齢者の皆様方はワクチン接種等々が進んでいるということもあって、今のところ高齢者の皆様方の新規感染者数というのは増えていないというところにありますから、その状況で抑えられるかどうかということが大切かなというふうに思っております。野田国義君。はい、どうもありがとうございます。それからですね、先日の予算委員会だったでしょうか、尾身会長の発言があったわけでありますけれども、いわゆるこの感染の減少の鈍化は、いわゆる先ほども話されましたけれども、ワクチンの3回目接種、これがちょっと遅れている分にあるんじゃないかと。いうような高止まり、そしてリバウンドがちょっと来ている部分ですね。このことがちょっと気になりまして、私も何度かですね、質問させていただいたと思いますけれども、この3回目接種ですね、このことは現状、どのようになっているのか、またこれからの見通しはどうなるのかということで、お答えいただきたいと思います。山際国務大臣。今日正確な数字は今、持ち合わせておりませんが、2900万人ブースター接種、そこまでは進みました。で、高齢者の皆様に関してはですね、その中でも6割ぐらいまでは来ていると思いますので、そういう意味ではそのブースター接種というものは遅れているという遅れているということは我々としてもですね、しっかりと受け止めなくてはいけないと思いますが、遅れている中でもきちんとキャッチアップできるように日々猛烈に今打っているというところにございます。で、この調子でしっかりと打ち続けるということが重要なので、それを私たちとしては進めてまいりたいと思っております。野田国義君。はい、しっかり3回目の接種ですね、努力していただきたいと、多くの方々にですね、特に高齢者、早く接種できるようにお願いしたいと思います。それからちょっと気になることがですね、いわゆる致死率が重症化率をこう上回っているような数字が出てきております。東京もそうでしたかね。で、このことが結局、基礎疾患とか、そういうものを持った方々が、いわゆる軽症という形で、まあ、入院とかされても、いわゆる死亡っていうか、致死につながっていると、死につながっていると、まあ、いうようなことが言われております。ですから、そのいわゆる致死率が高くなっているというようなことでございますんで、こういったところもですね、少し改善をしていかないと、本当に人の命っていうのは重いですから、ぜひともそういった対策もですね、お願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。山際国務大臣。もちろん失われなくていい命を一つでも救うというのは、我々共通の意識だと思っております。しかし一方で、私たちは生き物ですから、どうしてもですね、そのある時寿命を迎えるということもございます。ですから私たちとしては、受けられるはずの医療サービスがしっかり受けられるという状況は絶対に作らなくてはいけないと、その思いでやらせていただいております。その上でですね、そのコロナウイルス感染症が原因で、直接の原因で亡くなられる方もいらっしゃれば、コロナウイルス感染症がきっかけになって、そもそもご自身が持っていらっしゃる基礎疾患で亡くなられる方もいらっしゃるということもありますので、そのきっかけとなるという方に関して、すべてを救えないかもしれませんけれども、極力、そこを命を救えるものは救いたい、そういう思いで努力を続けるしかないと思っております。野田国義君。本当に人の命は重いということでありますし、また新しい方のですね、このコロナが出てきているということでございますので、そういった先も見越した対策をですね、しっかりやっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。